もしや伝説の紋章師。指輪の力を使いこなせるのは君だけだ。狙いは我が国の若き獅子の指輪。あなたたちの指輪とその命いただくわ。最後まで指輪とこの国を守る。お願いです、私に力を貸してください。今こそ心を一つに。輝け始まりのエンブレム。ファイヤーエンブレムエンゲージ。ご自分のことを覚えていらっしゃらないのですか。千年前の私ってどんな風だったんですか。何を思い出しても最後まで戦う。純粋な顔して神にでもなったつもりか。離れたりしないさ。この旅の終わりまで答えてください。私はマルゼ。ファイヤーエンブレムエンゲージ。指輪は全て我のものだ。大切な人たちのいるこの世界を救いたい。ついてきてくれますかみんな。僕は戦を終わらせる力となりたい。平和のために戦うこと、神竜様と共に旅立つことをお許しください。武力の国として私たちにも矜持がある。正々堂々と勝負をしたいんだ。大切なのはその人が何を成し遂げたいのか。何に生まれても願う通り生きる。あなたを失うと思ったらすごく怖くなった。このつながりをここで立っていくだなんて許さない。12の指輪を集めて世界を平和にする。真剣勝負。それが私に託された母さんの願いですから。ファイヤーエンブレムエンゲージ。